はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーシーの SS コロンビアに行ってきました。今週もディズニーシーです。今回の動画最後まで見ていただければ、リストランテディカナレットシェフのおすすめコースの食事、浮き輪マン、10月初旬のディズニーシーの混雑状況、これらのことが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本日は10月の4日日曜日です。前日アスレチックに行ったので筋肉痛です。今日の朝食はクロワッサン、履いているパンツは先週買ったポテトヘッドのパンツです。リゾートラインが参りました。僕が一番お世話になっている乗り物です。この日も先頭に乗ることができました。車内はそんなに混んでなかったですね。ディズニーランドゲート付近の様子です。先頭付近に少し人が見えますね。前方正面に見える建物、あちらは建設中のトイストーリーホテルです。カラフルな壁が出来上がってますね。完成が今からとても楽しみです。トイストーリーホテルのオープンは2021年、まだあと1年ということで、ちょっとトイストーリーですね。14時開園の30分前、ゲストは少ないですね。こちらはミスユニバースミニーマウスです。無事に引発することができました。ディズニーシー、今日は涼しいですね。リストランテディカナレットは夕方に予約しています。なのでそれまで遊びたいと思います。まずはお昼ご飯を食べにポートディスカバリーへ行きます。ポートディスカバリーまではこちらに乗ります。エレクトリックレールウェイです。待ち時間は10分です。まもなくポートディスカバリーステーションです。ポートディスカバリーステーションに到着です。お昼ご飯は浮き輪マンにしたいと思います。浮き輪マンが売ってるのはシーサイドスナックアクアトピアのお隣です。こちらが浮き輪マンです。飲み物はジンジャーエールにしています。中を開けるとこんな感じです。とてもハロウィンらしいデザインですね。ちょっとふんどしにも見えます。横から見るとこんな感じです。結構厚みがありますね。ぶった切りました。浮き輪マン、中身は照り焼きチキンです。熱々でとても美味しいですね。5個ぐらい食べれますね。ごちそうさまでした。続いてやってきたのがこちら、インディージョーンズアドベンチャーです。先週乗れなかったのでこちらに乗ります。待ち時間は60分です。かなり長い列ができています。列がくねくねしています。インディーのゲスト、僕入れて3人しかいませんでした。続いてやってきたのがこちら、ユカタンベースキャンプグリルです。こちらで飲み物を買っていきたいと思います。購入したのはこちら、スパークリングドリンクシトラスアイスです。とてもいい色をしていますね。上に乗ってるのはサイダー味のクラッシュアイス、夏に食べたやつですね。炭酸ととてもよく合います。下に沈んでいるのはグレープフルーツの味がしました。違ったらすいません。ごちそうさまでした。続いてやってきたのがこちら、センターオブジアースです。待ち時間は35分のようです。乗り場まではぴったり35分間でした。それではリストランテディカナレットでの食事の時間です。こちらで一人で食べるのは人生初めてです。ただもう緊張はしません。成長ですね。今回はシェフのおすすめコースを頼んでいきたいと思います。シェフに任せがちです。席に案内していただきました。案内されたのはテラス席です。とてもテンションが上がっています。人生初の一人テラスです。一人でベネチア旅行をしている気分ですね。建物がとても可愛くておしゃれです。
すぐ目の前をベネチアンゴンドラが通過していきます。手を振る勇気はありません。一品目が登場しました。アンティパストミストです。盛り付けがとてもおしゃれです。左からサンマのマリネ、真ん中はアランチーノ、アランチーノとはライスコロッケです。一番右は野菜のトルタです。サンマのマリネは薄切りです。あっという間に食べてしまいますね。とても美味しいです。こちらは野菜のトルテ、トルテはタルトと同じ意味です。こちらも美味しいです。ごちそうさまでした。2品目が登場しました。カサレッチェポルチーニとポークのラグーソース。ひらがながトトのしかありません。カサレッチェというのはパスタの一種だそうです。こちらがそのカサレッチェです。とても柔らかいですね。ニョッキに似ている感じがしました。野菜もたっぷり入っています。個人的にこのキャベツ、食感がパリパリでとても好きでした。こちらはお肉のラグー豚、ラグー豚も柔らかいです。カサレッチェともよく合いますね。ごちそうさまでした。メインディッシュの登場です。メインディッシュは牛サーロインのタリアータバルサミコソースです。とても強そうな料理名です。やっぱり牛サーロインは最高です。とても柔らかくて美味しいですね。こちらはジャガイモです。ほんのり甘いバルサミコソース。こちらがお野菜とよく合います。お野菜が体操選手みたいな格好ですね。ごちそうさまでした。だんだん日が沈んできました。食後にはホットコーヒーを注文しました。もちろんお砂糖は使いません。大人ですね。デザートの登場です。チョコレートプディングとカシスエスプーマです。盛り付けがハロウィンっぽいですね。こちらがカシスのエスプーマ。エスプーマとはスペイン語で泡を意味しています。食感が優しくてとても美味しいです。こちらはチョコレートプディング。こちらも濃厚で最高です。カシスの爽やかさととてもよく合いますね。ブルーベリーとチョコのクッキーでミッキーの形を作りました。店員さんに見られると恥ずかしいので速攻で食べます。こういうのは最後に食べる派です。ごちそうさまでした。できれば運ばれてきてほしくないもの。お会計伝票です。シェフのおすすめコース4600円、食後は大人のホットコーヒー、合計4600円です。スタンバイパスを取っていたので、トイストーリーマニアに並んでいきたいと思います。コーヒーで目が覚めているので、的を狙う目も冴えてます。最後にやってきたのはこちら、フィガローズクロージアです。パンツを買うからです。左のマイクとオラフのパンツ、あれは持ってます。こちらのポテトヘッドのパンツ、これは履いてます。はい、ということで今回はリストランテディカナレットのシェフのおすすめコースの食事、こちらをご紹介してきました。カナレットは味はもちろん、テラス席の雰囲気が最高です。大切な人と過ごすのに特にぴったりです。ぜひ足を運んでみてください。浮輪マンもおすすめです。今回の内容が少しでも皆さんの役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Twitter とインスタもやってます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。